元阪神タイガース赤星憲広さんの中学硬式野球チームレッドスターベースボールクラブに潜入、2年ぶり。そして私大パチ、またも赤星さんに怒られる。そんな中、赤星2世を発掘いたしました。本日はレッドスターベースボールクラブに2年ぶりお邪魔します。やってきましたね。まあ、2年ぶりにちょっとお邪魔させていただいて、そうですね、いい選手がいっぱいいるっていうこともあり、うん、まあ、チームとしても結構活躍されているということで、うんうん、ぜひ取材させてほしいと。そうだね。ということで今回ちょっと雨天のためにそうなんですよ、ホットモットフィールドの室内練習で、3部に分けて、今やってるのが、アンダー14の選手ということで、はい、その中にもちょっと生きのいいピッチャーもいるっていう、みたいですね。そして、トップ選手の中にも数名やっぱいるっていう、結構有名校に進学する今中学校3年生たくさんいるみたいで、まあ、そうです、うん、まあ、いるよですよね、うん、で今回はしかも、まあ、おなじみ加納監督、うんうん、オーナー、うん、で阪神で代打の神様として活躍された八木さんもいらっしゃいます。あら、そうなってくるともう師匠は代打の極意聞いた方がいいんじゃないですか。そうですね、応援、うん、のために私もぜひ聞きたい。選手に混じって練習したいと思います。改めてレッドスターベースボールクラブとは、赤星さんをオーナーとしたボーイズチームで、野球だけでなく勉強もできる文球両道を理念に選手育成を図り、雨の日や平日には今回のようにホットモットフィールド神戸の室内練習場で練習を行いますが、普段は奈良県山添村にある専用球場で練習を行っております。またなるべく親御さんの負担を減らす工夫をしながらチーム運営されております。本日はそんなレッドスターベースボールクラブの中からユニークな選手を何人かご紹介させていただきます。はい、肩を開いて、はい、OK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 、 はい、OK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 、 はい、オッケーオッケー、いいね、いいね、いいね、今、はい、オッケーオッケー。赤星さん直伝の逆方向へのバッティングを見せる木下選手、実はなんと阪神タイガースジュニアではエースとして活躍、レッドスターベースボールクラブでもその投打でチームに貢献しております。ナイスボール、はい、ナイスボール、はい、ナイスボール、ナイスボール、おー、ナイスボール。そうです。加納監督の息子さんも選手として在籍。息子ですか。はい、息子です。そうっす。すっごいでやりづらいんですよ。そうっす。教えてたら特別って言われても怪しくて、そんな感覚でも一切ないですよね。そうないです。誰教えるの、みんな教えるの。いろんな選手がいる中、赤星さんが気になった選手がいました。ひときわ大きな体のこの選手、中村凛太郎選手。中学2年生ながらこの体とこのスイングです。まだ荒削りな部分も多いですが非常に楽しみな選手。それで合わせて、はい、
今は股関節、今はタイミング早めに取る。あ、タイミング早めに取るはずっとやってほしいけど、これ先です。1個ずつやっていいから、はい、3ついっぺんできないから1個ずつ考えて、次はもうバットしっかり直線にバットをバッとぶつけるっていうのを1個ずつやる練習。終わった。はい。ちなみに中村選手、ポテンシャルを生かしてピッチャーにも挑戦中。その冬を越し3年生になり体ができていくと将来大化けする可能性も十分にありそうな選手、将来が楽しみだ。はい。続いて中学3年岡山選手を指導するのは今年からチームに加わった元オリックス松村投手コーチ。さらにこちらの松村投手コーチとともにバッテリー強化で加わったのがこちらのキャッチャー。キャッチングをしていたこの方、中道克志育成兼バッテリーコーチ。高校時代日本代表として大谷翔平投手や藤浪晋太郎投手とバッテリーを組み、オリックスでは大病を患い活躍はできませんでしたが実績は十分。コーチとして選手育成に力を注ぎます。加納監督とともにキャッチャーにとっては最高の指導者が揃っております。はい、お前の取り方は一回こっちに負けんピッと、止めようとするけど向こうの力が負けてしまう、はい、その向こうの力に負けないように少しボクシングのジャブをポッと振り出したい。指導されてるのかなと思ったんですけど、楽しくやってほしいです。キャッチャー、音鳴るのが楽しいとか、はい、パーンと止めて楽しい、はい、喜びを感じる。なるほどなるほど。方向とか、そのためのまあ今のキャッチングのミットの向きだったりとか、取り方、オットスターのキャッチャーはいいなって言っていただけるように、はい、やっぱりそれが自分がお願いすることかな。素晴らしい。第二の中道を。いえ、第二の神様。最後に神様にバッティングのお話を伺いました。あ、さっきおっしゃってた間をやっぱり間ができるようになったらそれはもうそこそこのバッターだね。でもまあ中にはね、そういう選手もいる。はい、あ、もうすでに中学生でも。うん、今中村とかでも早くタイミング取れって言ったら、はい、あの間ができちゃって。はい、早く打ってまう。あ、今までの癖で、ね、はい、だからその癖でそうなってるのか、本当はそれで曲がってうまく対応すればいいんだけども、それが分からない中学生がね、難しいのよ、はいはい、まずホームのこととかだとなかなか、うん、バッティングは大体おかしくなるから言わない方がいい。まだそれやったら言わない方がいい。
これで試合前とかも絶対言わないけど、はい、まあ、ある程度試合も終わったんで、はい、練習試合ぐらいにしかないんで、あえて細かく、あえてまあその課題に取り組むことはできるわね、うん。そして八木さんがどうしても気になるあの男の話題に。鏡出てるよね。鏡出てます。今度トライアウト受けます。うん、鏡はまあ一応俺がおるときにファームでやってた選手だから伺っております。いや意外と頑固だからねあいつ。自分を変えなかった。自分のことは持ってる自分だから。なるほど。まあ自分の信じたものがあるかどうかだね。わからないままいろんな人の言うことを聞いてて、はい、結局わからなくなってしまうかどうか、はいはいはい、プロ野球の場合はね、はい、まあ、なかなか難しいけどね、うん、それはコーチ来て、はい、全く言うこと聞きませんじゃそれはやっぱり困るからね。そこはうまくやらないといけないよね。聞いたふりしなきゃいけないからね。なるほど。チェックすべよ。それも能力。あ、確かに。高も聞いたふりだけは得意だったそうです。でも今でも頑張る教え子の活躍を楽しみにしている、そんな雰囲気の八木さんでした。トップチームのスーパー投手をご紹介。そしてここぞの代打で結果を残すための八木コーチの打撃指導もお楽しみに。ついに発売されましたファミスタ2020。そこに我々アッパレも登場しております。能力がめっちゃ高めでまさかのプロと戦える設定。ゲームの中ならホームランが打てるぜ。試合が雨で中止の時はぜひファミスター。